夕張シューパロダム。夕張シューパロダムは、北海道夕張市、一級河川、石狩川、水系夕張川上流部に建設された多目的ダムである。シューパロダムで水没した地域には、夕張川沿岸農地の灌えを目的に、北海道開発局によって建設された農業用ダムである。大夕張ダムが存在したが、夕張シューパロダムの著作ダムとするために、 夕張シューパロダム竣工と同時に水没している。ダムによって形成される人造湖はシューパロ湖と呼ばれる。湖についての詳細はシューパロ湖を参照。夕張シューパロダムは国土交通省、農林水産省、北海道企業局他による共同事業、夕張川総合開発事業として2015年に竣工した。 包み高110.6メートルの重力式、コンクリートダムである。現在は、夕張シューパロダムの、著作ダムとして水没している大夕張ダムがあった。直下流155メートル地点に建設された。夕張地域は、夕張メロンをはじめ、稲作、牧畜等農業が次第に発展していった。これに伴い農業用水の不足が次第に、顕在化していった。このため、 農林水産省は農業用水のさらなる確保を図るため1980年昭和55年大夕張ダムを13.3メートルかさ上げする再開発計画を立案したところが翌1981年昭和56年台風12号が北海道を襲い石狩川流域は観測史上未曾有の大水害を経験した川においても 各所で堤防が決壊、夕張市や江別市などで大きな被害をもたらした。大夕張ダムはあくまでも考え、発電用のダムであり、洪水調節機能は限定されていた。これを受け、北海道開発局石狩川開発建設部は、石狩川水系の治水計画である、石狩川水系工事実施基本計画の再検討を行い、この中で、 夕張川総合開発事業を策定。柱として夕張川に地水ダムを建設する計画を立てた。また、札幌市等の人口の増加に伴う水需要増大や工業用水確保等の要請もあり、検討の末農林水産省の大夕張ダムさ上げ計画に参入る形で多目的ダム建設事業として事業計画を拡大。 この結果、季節大夕張ダム直下流155メートル地点にダム建設を計画することになった。これが夕張シューパロダムである。ダムは2005年、平成17年年度よりダム本体工事に着手し、停滞の打設は2007年10月から2012年10月まで行われた。その後、本体仕上げ工事、管理施設の整備等を経て、二千十四年三月から、 試験淡水に着手し、2015年3月7日に、竣工式が取り行われた。当初は2004年、平成16年完成予定であったが完成が大幅に遅延した。これは、水没世帯数が、夕張市鹿島地区、大夕張の289戸に及ぶことから、反対運動が強く、保障基準打結までに多くの時間を要したことが、 進捗遅延の大きな要因である。このため、水源地域対策特別措置法第9条指定対象となり、保障額の国庫補助傘上げ等の対策が施された。夕張市鹿島地区は1998年、平成10年に全個移転となった。目的は、昭和56年台風12号における洪水にも耐えられる夕張川、石狩川の洪水調節。 環境水利県分の溶水補給及び夕張川の流量を一定量に維持して生態系の保全を図る不特定自水、北海道営の水力発電、最大出力 28,470kW、シューパロ発電所、千歳市、江別市、江庭市、北広島市、南ポロ町、長沼町、湯二町4市3町への浄水道供給、及び前期の4市3町に加え、 夕張市、岩見沢市、栗山町、大岩家町645町の農地に対する考えである。夕張シューパロダムは、春工によって、北海道最大、日本国内最大級の多目的ダムとなった。一部の市民団体や日本共産党などからは、このダム計画に対して、疑問の声があった。疑問点は、利水について、石狩湾沿岸工業地域の利水が当初予定に、 比べ過大な見積もりではないか、景気減速後工業地域の水需要は減少しているのではないかという指摘からの水余りではないかなどが叫ばれた。また、事業の長期化によって、事業者である北海道などの負担費用が増していることに対しても税金の無駄遣いとして非難している。このただ無体さえの懸念や三元強水没に対する批判もある。水余りや、 事業費増大による財政圧迫については、事業主体者である国土交通省の説明責任が必要であるとの認識が、共同事業者である北海道庁からも出されており、より説明を果たすことが求められていた。一方で治水について、近年の地球温暖化による豪雨災害の続発を受け、早期の整備が必要とする意見も多い。加えて、 財政破綻をきたし財政再建団体に指定された夕張市への中長期的な経済効果。具体的にはダム建設による莫大な固定資産税収入及び水力発電所建設による電源散放に基づく電源立地交付金交付による夕張市の財政再建や道内最大日本屈指の規模を誇るダム及び新、シューパルコの観光地下や夕張市、 富良野市間の国道アクセス整備など、新しい観光地としてのダムへの期待を持つ住民の声もある。夕張市最後の炭鉱となった三菱南大夕張炭鉱閉山後の地域、新工策として比較的抵抗もなく受け入れられたシューパロダム建設であるが、夕張市が再建団体に転落したことに象徴されように、その経済的効果は限定的であり、 移転地区住民の多市町村への転出、経済的広配置の消滅などによる地元商店街の衰退など、地域経済に深い影を落としている。期待された観光開発についても、ダム周辺整備計画の検討を行うことを目的に、夕張市、学識経験者、北海道開発局、北海道札幌土木原業所、住民組織対策委員会、市議会、 地農協などら構成させる、夕張シューパロダム周辺整備検討委員会は2001年、平成13年11月に設立され、2004年、平成16年8月に、周辺整備の基本方針として、巨大ダム建設を契機として、夕張岳の自然や炭鉱、林業などの歴史を資産として守り育てることを諮問したが、その後周辺整備事業の主体となる。 夕張市の財政破綻により、計画は一切具体化していない。夕張川治水の安定化、夕張市再生の切り札としての賛成意見と、不要な公共事業で税金の無駄遣い、自然破壊としての否定意見が入り混じりながらも夕張、シューパーロダムは2015年完成した。これに先立って2013年8月30日、二股発電所は廃止され、 2014年には発電管理事務所も水没した。2015年4月、夕張市南部青葉町に夕張川ダム総合管理事務所を設置。夕張シューパロダム運用開始により、下流にある二股発電所の逆調整地の役目を果たしていた清水拓ダムは常時放流状態になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。